高いとこからすみません、フルスイングっていうイベント始まりました。イエーイ、はい、これはですね、ウェブサイトスプラカフェ .com っていうインターネットのね、サイトがあるんですけど、その中である、フルスイングというネットテレビの番組の、今日はね、今やってもらったオープニングアクトのムーっていうね、若いコーラーをはじめ、ザ・プット、スクラット&ビルドで、アスキー級アグリーン・クラリティというバンドがメインステージであります。で、こちらサブステージの方では番組内で追いかけているエアッカちゃんっていうね、一人のシンガーの子がライブするのと、津田祐希っていうねシンガーさんがライブするので、皆さん最後までよろしくお願いします。はい、ではスプラ TV by フルテンレコード、フルスイングワーズのゲストはネブリーさんです。イエーイ、イエーイ、イエーイ、わー、どうも。2010年ももう5ヶ月経ちましたけど、はい、ありましたか。2010年は、去年に比べてだいぶゆっくりとライブ活動をさせてもらって、ですごい曲作りをすごい入念にみんなでやる時間があるので、ものすごいいい感じに音楽してもらって、はい、ゆっくりと、はい、ゆっくりですね、すごいゆっくりやってます。リハビリなんですけど、めちゃかっこいいですよね。ありがとうございます。歌がすごい上手で、いや、とんでもない。私も頑張ろうと思いました。よろしくお願いいたします。で、リリース、去年の、はい、去年の7月に初めてのミニアルバムメリメロというのをタワーレコード限定でリリースしまして、で今も、バンバンまだあるので、ぜひ聴いてないよっていう人もお手に取ってもらって聴いてもらいたいなと思うんですけども、聴きどころとかもし、ですね、今回は70曲ストックを作って、でその中から5曲選ぶっていう、すごい吟味してできたアルバムなので、本当に全曲いろんなタイプの曲を持ってきたので、全部本当最後まで、はい、2010年あと7ヶ月ありますけど、何か野望とかあったらお願いします。再びワンマン大成功。新しい CD を作れたらなと思っております。ウェイ、マイペースながらぼちぼち動画もやっていてるので、気長に一緒に楽しんでもらえたらなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。5月のゲストはネブリーの皆さんでした。ありがとうございました。バイバイ。スプラ TV by フルテンレコード。おお、
きたね、お疲れ様です。うるせえ今日はね、門上さん、はい、講師してるんですよね。そうなんですよ、はい、で今日は赤ちゃんっていうすごく学校的にも推してる、はい、僕らのね、ちなみにね、あそこで撮ってるんですよ来月まあまあ、はいはい、楽しかったです本当、はい、で出てるアーティストもみんな素晴らしかったし、そうですよね、良かったですね、良かったですね、そうですよ、皆さん、よかったらね、帰りにこう物販、はい、いろんなバンドさんが出してると思いますんで、ぜひぜひ、男前のとこには寄るな、やっぱ女の子が、ね、こうね、こう、はい、物販ではいいですか、はい、じゃあ皆さん聞いていただいていいですか、はい、では皆さん今日の、イベントありがとうございました、お疲れ様でーす、お疲れ、乾杯、乾杯、ありがとうございました。世界中が